TM65 はコッペンハーゲンサブオービタルズによって開発されたヒートに X 用のロケットエンジンである。TM65 は推進剤としてエタノールと液体酸素を使用するガス発生機サイクルのロケットエンジンである。2010年に TM65 の試作ロケットエンジンの製造が開始され、2012年の春に試作品が完成し、 同年5月と11月に燃焼試験を実施した。ただ、同年12月30日のテストではエンジンが破損して大量のエタノールが地面にこぼれるといったことも起こった。エンジンへの推進剤の供給をターボポンプによる方法に変更する予定である。TM65 は75%エタノール、水の混合物を燃料として液体酸素を酸化剤とする。 再生冷却式のノズルを備える。最初の試験で推進剤のタンクを加圧するために、ノズル内の熱交換器で加熱された窒素が使用された。推進剤冷却噴射器冷却ジャケット燃焼器、定格運転データ液体酸素ポンプ燃料、ポンプガス発生キターボポンプは、突出圧力と回転数を計測する電子、制御装置で制御され必要に応じて、 H2O2 の流量を調節する。2台のタービンとポンプはそれぞれガス発生器を備え、互いに反対方向に異なる速度で回転する。試作ロケットエンジンであるトルデンスックジョールド65の製造は、以前の XLR-3A の一連の試験の成功後の2010年の秋に開始された。計画は、コッペンハーゲンサブオービタルズのティコブラーエを積載する。 ヒート -1X ロケットの動力であるハイブリッドロケットエンジン計画と並行して進められた。開発して数ヶ月経過後、計画は2011年夏にヒート -1X の打ち上げに注力することで停止した。コッペンハーゲンサブオービタルズが以前開発を進めていたハイブリッドエンジンを置き換える目的で t m 6の開発と試験は二0十二年に 再開された。TM65 エンジンの最初の試作機は2012年の春に完成して2012年5月に燃焼試験に成功した。65KN の水力を生み出すために燃焼室の圧力を12バーに高めての試験は2012年の秋から冬にかけて実施された。ありがとうございます。